静粛に。アルケイリア帝国西方総軍司令新司政官ベイン・ソリドール閣下のお言葉で。閣下、ラバナスタ市民秘書君、帝国が憎いか、この私を憎んでいるか。当たり前だ。ごめん、帝国が来なければ。聞くまでもなかったな。私自身諸君の憎しみを拭えるとは思っていない。私は諸君の忠誠を求めない。諸君は亡きラミナス陛下への忠誠を守り通すべきだ。陛下は国民をこよなく愛し、平和の実現に力を尽くした真の名君であらせられた。陛下の大御心は今なお諸君を見守っている。ダルマスカの平和と繁栄を願っておられる。諸君、私はただ一つ求めよう。陛下のご意志を継ぎ、平和への祈りを。あの痛ましい戦乱から2年、ようやく兆した平和の芽を諸君の祈りで大樹へと育ててほしい。それだけを忘れずにいてくれるなら、私ごときいくら憎まれても構わん。私は逃げることなく憎しみを受け止め背負い、そしてダルマスカを守ろう。これは私の償いである。亡きラミナス陛下とアーシェ殿下は今なお諸君を見守っておられるのだ。祖国を愛する者たちよ、亡き陛下のご意志を受け継ぎ、平和への祈りを。私の望みはただそれだけである。